京都府では16万人以上に避難指示が出されています。嵐山から中継です。橋は現在も通行止めが続いています。川の水位は依然として高い状態が続いていて、氾濫危険水位を超えています。ここから見ると橋桁から水面までの距離は一番低いところでは2メートルほどしかないように見えます。京都府では今回の大雨で河川の氾濫や土砂災害の危険が極めて高まっているとして、京都市や長岡京市、大山崎町の一部で16万人以上に避難指示が出されています。午前10時現在、京都府ではおよそ650人が近くの避難所などに避難しているということです。また亀岡市では50代の女性が実家に避難するために車で外出したまま行方不明になっていることが分かりました。近くの川の中から女性の軽自動車が発見されましたが、車内に女性の姿はなく、警察と消防が行方を探しています。こちらではまた強く雨が降ってきました。今後さらに厳重な警戒が必要です。